完成にする？これ。バベルの塔は最後に崩れちゃうのよ。そして人間の言葉はバラバラになって心が通じ合わなくなる。ほんとひどいね。ショーゴは？そんなことないよね。そんなひどいことしないよね。正吾の心の中にこっそり誰かが住んでるなんてことないよね。公園の女の子ってそんなのただの思い出話だよね。もしもその子が今もどこかにいるとしても、今の正吾にとっては関係ないよね。本当に？嘘じゃない？じゃあ約束。あたしこの指好き。でも、この指よりその持ち主の方がもっともっと大好き。こんなに感動的なのについ平凡な感想しか浮かばないよ。綺麗だね。青い光がいいかな。ああ、でも色が変わっていく瞬間も綺麗。雲の子みたいにパパパってあちこちに向かって走るやつも面白いな。生き物みたいに見えるね。昔、まだ私の家族がみんな笑って暮らしてた頃のことだけど、ここのじゃない花火大会に家族で出かけたことがある。すごく遠いところ。あれはどこだったんだろう。小さかったからわかんないな。でも花火のことはすごく覚えてる。綺麗だったな。特別な花火なの。うん、特別。私ああいう花火は普通の花火大会じゃ見たことないよ。真っ赤なしだれ柳みたいなやつとか、それはすごいゆっくりした感じに見える。不思議なの。玉じゃなくて鎖
柄型の花火もあったな。色も形も音も動きも空間も全部特別だったよ。いろんな種類があるの。私が見た方がすごいね。子供の時のことだから、もしかしたら勝手に記憶を膨らませてるのかもしれないけど、あの時本気で花火職人になろうと思ったからね。絶対弟子入りするんだとか言ってダダこねて困らせたらしいよ。なんなん、今はやっぱアーティストでしょ。つまり平たく言えば表現する人。おほん、君君、美術も音楽も文学も全部アートであるのだよ。おほん、バリバリのアートであるぞ。作家というであろう。お、正午分かってきたね。うん、アーティストになるの。正午は？正午は何になるの？会社員。素朴だね。じゃあ第二希望は？コメディアン？それじゃあもっとギャグにキレがないとダメでしょ。タイムマシンに乗れたらいつに行く？過去？それとも未来？少年よ、大志を抱け。リアクションが薄いじゃない。小善くん、若手芸人の賑やかし要員なんだから自分の役割を果たしなさい。仕事干すわよ。正午くんよ、小読みったら。お笑い芸人
吾くんよ、お読みったら。わかってるわよ、シャレでしょ、シャレ。そうね。恋の花咲く、アシカ島大花火大会よ。猫もレードルも、みんな繰り出してくるわよ。お読みったら、それを言うなら猫も作詞もでしょ。わざと洋風にしたのよ。あの店の彼のイメージってそうだから。そう、タレントといたわね。今そこで見たのよ。え、それって誰？見たい見たい。あー、緊急事態発生、緊急事態発生。バイオハザードだ。例の感染保菌動物を屋外にて発見、速やかに処置する。イエスター。レベル4だ。夜な未成年、汚らわしい。酒が飲めなくなったらどうする。死に至るだろう。山下 2.5 号、ものすごく酒臭。山下 2.5 号、翔吾くんに絡まないでよ。大人がみっともない。なぜはもうずいぶん飲んでるな。体に悪いわよ。そうよ、山下 2.5 号、健全な肉体がないと健全な魂は宿らないというでしょ。違う、分かっとらんな。俺は魂がぶち壊れてるから酒を大量に飲むんだよ。これだから女どもはいちいち積極臭くてかなわんな。というわけであるかな。ささっ、ない、あっちで魂の救済活動に励もう。山下 2.5 号、さあ行くわよ。まったく諦めが悪いんだから。もっと大人におなりなさいね。俺は大人になんか絶対にならん。10歳の老人になっても115歳でギネスに認定されても、たとえ墓に入ってもピュアな少年の魂のままだ。積極臭くてかなわんな。
ショーゴ、今なんか言った？仕上がりの具合とかよく見ると結構雑なの、恥ずかしいよ。